グレットルは経済学分野での利用を主に想定したオープンソースの統計解析ソフトウェアパッケージである。名前のグレットルは New Regression Econometrics and Time シリーズライブラリーから来ている。GUI を備えており、X-12、Alima、t シ a m o Sheets、R の各ソフトウェアを合わせて使うことができる。ソフトウェアとしては、 C 言語で書かれており GUI ウィジェットのライブラリーとして GTK をプロットするための外部プログラムとして n e w p l ッ t を使っている GUI による操作を補完するためにコマンドライン操作もできるようになっている g r e t ル l の解析結果は Latex 形式で出力することができる g r e ト t l は英語だけでなくバスク語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ポーランド語 ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、トルコ語にも対応している。学術雑誌にも取り上げられており、ジャーナルオブアプライドエコノメトリックスには、グレットルの紹介記事がいくつかある。また、ジャーナルオブスタティスティカルソフトウェアでも紹介されている。グレットルにはまず、グレルと独自の XML ベースのデータ形式が定義されている。それに加えて、プレーンテキスト、CSV。 ダタバンク、イブス、エクセル、ニューメリック、GNU オクターブ、ジャマルティ、オパンドキアメントスプレッドシート、パギブ、ラッツ4、SPSS、スタタの各データ形式を読み込むことができる。また GNU オクターブ、R、CSV、ジャマルティ、パギブの各形式に出力することができる。ありがとうございます。